アイドル日本をご覧の皆さん、西山典子です。私は今 DVD の撮影で千葉県に来ています。はい、そうですね、思い出はですね、今日洗車したことかな。私も普段友達の車とか洗車することが多いんで、洗車が好きです。はい、でとっても素敵な内容になっているので、ぜひ見てください。はい、撮影中一番楽しかったことは、ダンスのシーンでドレス着たんですけど、なんか新しい自分っていうか、自分こんな髪型似合うんだって思って、自分の中で新しい発見でした。ちょっとプライベートでもその髪型楽しめたらいいなって思ってます。はい、撮影中一番印象的だったことは、そうですね、プールの冷たさはすごい印象的でした。今6月なんですけど、6月ってこんなに日本寒いんだって思って、ちょっとその前グアムで撮影だったんですけど、そのギャップがすごい強かったです。はい、今回の作品のおすすめポイントは、見方としては、なんだろう、外で撮影してるものはちょっと元気系が多めな感じで、中で撮影しているものはちょっと大人っぽいイメージで撮ってたなっていうのがあったんで、ちょっとそこを見比べてみると面白いかもです。はい、今回の作品の中で一番好きな衣装はのドレスの衣装です。はい、大きいイヤリングとかネックレスとかつけて、本当クレオパトラみたいな感じだったんですけど、あのドレスが本当に個人的に好きでもらいました。はい、いただきました。はい、仕事がオフの日の過ごし方は、家でじっとしてるのがあんまり好きくないんで、外に出てよく旅行とか行ってます。で、長い休み取れる日は海外旅行行ったりとか、最近最後に行ったのはイタリアかな、1ヶ月ぐらい行ってきました。はい、理想のデートプランは、なんか海外でばったり会って、そのままカフェでお話できる人がいいな。なんだろう、これは運命だっていう出会い方してのデートが好き。もう内容は何でもいいかな。とりあえず出会いたいです、運命的な。はい、座右の銘は、安定より不安定です。座右の銘ってこれどういう意味か分かってないんですけど、自分の中で今勝手に作りました。はい、留学のきっかけは、ネットフリックスの女優さんになりたいなって思って、でアジア枠でちょっと挑戦したいなって思ったんですけど、英語喋れることができなかったんで、19歳の時にアメリカ行って一人で、どのくらい喋れるんだろうなっていうのを試しに行ってがきっかけかな。そっからなんか本格的に留学しようって思って、去年マルタに留学しに行ってきました。はい、留学先での思い出は、異国民の方とたくさんお会いできたことですね。はい、やっぱ遊び方も違うのかなっていうのあって、日本で遊んでると、お店とかカフェとかご飯行ったり室内系が多いんですけど、なんかうちらは学校終わったらビーチ行ったりとか、あと川でのんびりしたりとか、もう自然と絡む遊びが多かったんで、すごい気持ちも穏やかになりました。
はい、今後行ってみたい国はパリです、はい、今自分が住みやすい国っていうか、まあ、今後海外に住みたいなっていうのあるんで、まあ、それ探しつつの次はパリを狙ってるんですけど、ひろゆきさんが住んでるみたいなのでちょっと会ってみたいなっていう気持ちもあって、はい、狙ってます。はい、今後挑戦してみたいお仕事は体を使ったお仕事です。の運動系とか、まあ、海外の危険なところに行ったりとか、なんか危険な生物と触れ合ったりとか、そういうのお仕事でやってみたいです。はい、撮影無事に終わったっていうことで、これから DVD が発売されます。本当に内容盛りだくさんなので、私の、まあ、22歳になってから初めてのグラミアなので、ぜひその新しい私も見てほしいです。よろしくお願いします。バイバーイ。